と今の時間が10時半になりました。マリアはまだ到着しておりません。どうしたんだろう。マリアね、いつもね15分から30分ぐらい早く来るから、今日も早く来るかなって思ったんだけど、こんな遅刻総選挙をしてる時に限ってマリアがまだ到着しておりませんちょっと心配。いつもマリア早く来るから心配だ。お、31分になりました。なんと1人目から遅刻ですめちゃくちゃ意外な結果になっちゃった。ということでマリアは何分に着くのか待ちたいと思います。あ、え、ゆうこもいる。今日は何をしてるかと言いますと、遅刻総選挙をしておりました今日マリアが10時半集合で、ゆず11時だよね。はい、早いね。あ、遅れた遅れた救急車のせいだ。電車急停車してたの。7分急停車してました。あ、そうなの。ということで、ちょっとマリアは急停車のせいでちょびっとだけ遅刻で、ゆずはなんと30分も早く来ました、はい、ということで今日も撮影頑張りましょう。頑張りましょう。おはよう。おはようございます。今は、はい、あ、お、お、10時45分。お、お、早い。15分前行動。総選挙ですか。そうです。お、出たなんか、うん、カメラ回されたら怖いなと思って、うん、上で、うん、ちょっといろいろ直して降りてきたんですよ、うん、すごい勘がいいね。今日は遅刻総選挙でメインは15分前に到着ということで、さすがですね。あ、前回はね、なんか、うん、遅刻みたいになっちゃった、うん、まあ今回は余裕で余裕でよかった。さすが。じゃあ今日も一日頑張りましょう。頑張ります。今の時間が13時になりました。レイラが今日13時集合にしてるんだけど、このピンクラテ TV のねお仕事の前にレイラがもう一個別のお仕事があって、そのお仕事がちょっと押してるっていうことで、さっきあの遅れますっていうの連絡来たので、まだ着かないと思いますということでレイラのこと待ちたいと思います。違うの、ごめんね。むしろ今日はレイラピンクラテ TV の前にねお仕事があって、ちょっとそれが押しててっていうことなので、レイラは全然悪くないのに。遅刻チェックですか。そうです。いや全然全然ごめん、本当にこんな時に遅刻チェックをしちゃって、こちらこそごめんなさいなんだけど。ごめんなさいレイラが到着しました。すいません15分遅れで。全然です、全然お仕事だったんで、はい、お疲れ様。ありがとうございます。頑張ります。頑張ろう。今日は遅刻総選挙をしています。あ、そうなんですねもう今が14時42分ぐらいかな。なのでひなが今日15時集合なんだよね、はい、もう全然15分以上前にゆなは到着しましたありがとうございます。今日はお願いします。お願いします。